一番反省すべき人って誰ですかね。小吉じゃない確かに確かに小吉だよね。何を俺反省、美味しい思いしかしてないよ基本なんかあれですよね、僕ら結構ね、こういや、うん、ジュエリーアイスがめちゃくちゃ朝3時ぐらいだ。だって待ち受けにしたんでしょ。待ち受けにしたんでってことは結局なんかすごい幸せの方が上回ってるじゃん。彼振られてんだよ確かに最後めちゃくちゃ感動した今日だってまあしょうがないかもしれないですけどね、ジェットスキーやって俺ら結局振り落とされてるし、それは嘘ちですから。なんか俺舞台ね、俺らの竹志軍団みたいになってる。たけしさんですよ、たけしさん。ねえ、俺らもう免許持ってないから。たけし軍団かと思ったよ、ほんとね。いや、ラーメン食ったじゃん。そうだ、うん、いや、そんなのビビたるもんですよ、そんなのは。やっぱね、セブ島だと思うよ、うん、セブ島はちょっと、うん、しかもまたさ、泊まってる場所が良かったんだよね。あ、マジ？もう、あの、庭に小吉のとこはジャグジーだっけ。そうかな。で、俺のとこプールついてますよね。反省じゃないじゃん。部屋にでも今日、このマセスのプロレスとか体張って女に告白してくれて。ちょっと